だ天然の女も困んないな。ロープ張った方がいい。そうね。ロープ張って。カチンカチン。カチンカチン。ピッピッピッ。ああ、だから、いや、そういうことやったよ。もうね。いや、じゃあまだ。50代になっても。いけるんですね。そうか。だってこのぐらいだってのはお前、だって大変だね。例えばだな、あの、もう、あの、姉ちゃんが、ポーチンかなんかこうやってんだろ。そう、もういいじゃない。もういい時にどうやってもういいよって肩叩くわけなかったの？ギブアップ、ギブアップ。もうわざわざやんないから。何気なくこう上げてこなきゃいけないだろ。ああ、そうですね。何気なくもうこうやって。そのまんまここに指示されるのが、ちょっと俺も辛いんだよ。しかもちょっと風呂入るの忘れた時とか。顔がこうなるとキスしなきゃいけないから、何気なく寝返り打って、一応避けるわけだ。これはね、ほんと柔術のグランドの攻防と一緒ですよね。大変だよ。マウントポジションを取るという。こうやってそのままやってもいいんだけど、やっちゃうとあまり今身勝手だと思うじゃん、はい、姉ちゃんも楽しませてなきゃいけない。そりゃそうです。それで今度は俺が逆になる場合だね、これがまた難しいんだよ。このな一人用のベッドの中でこわって反対するな。これはダメだね。ようやくガードポジション取ったりね。そうなんですよ。ちょっとその教本書いてほしいぐらいですよ、ね、でももの太い女なんかこんなんだまたいの間に置いたらあの気持ちよくてギュッてやったっけ、はい、こう血管がガキッてやったっけ。あもうそれロックですよ。タップしなきゃいけない。タップ行っちゃう時あるんだよ。こっちフェイスロックに入ってる。フェイスロックですよ。フェイスロック、顔面フェイスロック。そうなんだよ。あれがなぁ。しかもそのもういいよっつうので言ったら絵頭っつうのは、うん、あいつはこうわーとか言ってるじゃないですか、うん、でももうセックスに関しては何にもしないらしいんですよ、うん、女んじったらもう女んじったら何にも状況してるんですよ。だらーんとこう寝て、それで、うんこっつったら、女が、はいって起こしてこうやって連れてって、それで、うんこ、映画ちゃん、便器に座って、ブリブリっとして、それで、絶対自分でも拭かないんですよ。でも、女が全部それ拭いて。その女、ちょっと紹介したらどんな女だ。俺も紹介した。だらーんってこうやって、肩にかけられて、また布団に寝て、それで、するぞっつったら、もう女が全部すっぱだかにしてくれて、それで、映画ちゃんが、つって、こう、女が乗っかって、こう、うっかうっかつって、で、行く瞬間、行きそうになった時に、もも3回叩くと、女が自分で抜いて、ピュって、俺は何にもしないっつって。もも3回とこに意味があった。もう3回叩くね。それはもうパンプで了解。よくロバとか乗ってる人も3回で前進んだりするのあるもんね。ズムの耳の裏叩くみたいな。そうそう、足上げるみたいな。これはね、大変なんだよ。女のお姉ちゃんとの駆け引きはな。最初の姉ちゃんとな。そういうことをするときのな、今日は一緒に泊まったんだからどこまでできるかって大体やれるとは思うじゃない。だって泊まったんだもんだけど、それをな、泊まったんだもんと思ってもな、部屋のな、ベッドのとこまでどうやって持っていくか大変なんだよ。悩んじゃうトイレでずっと考えてる。これそうだ、もう寝ようかって言おうかなとかね、酔っちゃったって、酔っちゃって先に寝てたら女姉ちゃんが来て、隣に寝てくれるんだろうかとか。それ最高のパターンですね、でもね。寝ちゃった時帰られちゃったら終わりだろ、うん、はいはいはい、鍵はどうだ、ハマってたの、鍵持ってるとかいろんなこと考えて。寝たくりしながら娘開けてどうしようどうしようと思ってるんですよね。そう、うん。うん。それで、まあ、どうにか。連れてくんだろ、でも寝ることは寝るじゃない、でもあの服着ちゃって脱がすんじゃない、これを脱がして、脱がしたら何するのって出てっちゃいちゃう、もう一緒最低になっちゃうだろ、それどうやって脱がすか、パジャマに着替えたらとかなんか言うかとか言ってよ。ああ言いますね、それ。パジャマに着替えた時に、パジャマを着替える前に脱いだ時に押し倒すとちょっとやばいかなと、じゃあパジャマを着るまで我慢しようとかね。それはもう心の中の葛藤ですよね、もう。そうだよ、こうやって押し倒してあのキスなんかしてんじゃん、でも手はおっぱい揉んでもいいのかとか、ね、もうそんなに指示与えてるんですね、頭から。二人のタケちゃんがなんか目に浮かぶね、声かけてね。でも、一番肝心なとこを触っていいのかとかね。それ大変だよ、俺悩んじゃって。あれはどうしたらいいんですか、するじゃないですか。ゴムつけています。で、行ったじゃないですか。で、終わった後。で、ゴムぶら下がったままじゃないですか。あれかっこ悪いな。あれかっこ悪いじゃないですか。で、あれ、なぜか伸びてるんだよ。伸びてるでしょ。伸びて、たらんと下がってんだよ。伸びてるじゃないですか。人生の中であれを処理する時間っていうのが一番虚しいっていうか。ほんで、俺もね、気遣いだから、一応、こう腕枕をするわけじゃないですか。終わった後すぐなんかしたら悪いから、こいつら片手しか空いてないんですよ。で、片手でまあ取ってもいいんだけど、結べないじゃないですか。よく口の中で桜物、棒を結ぶやつみたいに、口の中入れてやろうかなと思うんだけど、どう、いつあれを外したのがいいのかなと思って。これですね。自分の抜け殻を。抜け殻を。抜け殻ですからね。俺はティッシュと一緒にギュッと抜いちゃうな。だからパッチンっていう時あるんだよな。あれがちょっと。水しぶきがピシャーンとこう。ちょっとかっこいい。パッチン。パッチン。でも姉ちゃんに聞いたら一番ね、嫌だったのね。男が終わった後ね。なぜかこう立ち上がった時にね、ゴムの先がね、顔をビューってきたんだって。鼻から目にかけて、撫でてね、出てきたんだ、トイレに。それ本当に嫌だったっすよ。ちっちゃな小脳がね、あった生あったかいのが出てきたんだってね、妙な気分だったっすよ。